皆さん、どうですか？日本海の海、優しく今は波が岸辺に打ち寄せてますよ。なんかガリラ湖のほとりを思い出しますよ。ガリラ湖というと漁師のペテロに深みにこぎ出し網を下ろしなさいって言った大量の魚が取れた、あの話。そこからペテロにある時、ペテロが答えたんだよね。こうやって、今みんな俺のことを何て言ってるってジーザスが弟子たちに聞いたら、あなたのことをバプテスマのヨハネだと言ってる人もいますし、エリアだと言ってる人もいますし、エレミアだと言ってる人もいますし、あの預言者だというふうに言ってる人もいます。じゃあお前たちは俺を誰だと思う？そしたらシモン・ペテロがあなたこそ生ける神キリストです、ね、生ける神の子キリストです。それを言わせたのは父なる神だってジーザスは言った。あとからそれを言わせたのは聖霊だと思ったけど、いや、あなたはイエスを誰だと言いますか？俺の魂のロッカー、俺の救い主、俺のために神が人となって十字架にかかって死んで蘇ってくださったジーザス、俺の救い主、惚れている存在。もうジーザスに惚れてるから、もうジーザスがかかった十字架、こんな俺のために祭りで神輿を担ぐように、イエス様、あなたの十字架を僕も担がせてくださいっていう雰囲気だよな、うん、やらなくちゃいけないって、やりたくてたまらないからやっている。だから強いられてやってない、嬉しくてやっている。それを担ぎながら日本列島を3000キロ歩きながら、このジーザス、俺のロッカー、あなたを愛している、 You are love、 神は実にその一人子イエス・キリスト・ジーザスをあなたに与えるほどよう愛された。今日、今朝、あなたはジーザスを誰だと言いますか？あなたに投げられている、ペテロに投げられている言葉、あなたにも投げられている、あなたは私を何と言いますか？ジーザス、救い主です。憐れみ深い方です。私にとって何よりも一番必要な方です。言える一日でありますように。 Have a good day.